やれば相当できること言われていた頃、これは恥ずかしい日を発見。お友達が理想の結婚相手を聞いている。小学校の交番にみんな優しい人とか身長の高い人とか、なるほど、おませなことを書いていたが、ここに私は骨の強い人と書いているではないか。いじめられて当然の回答だ。お話にならない。しかも思った。そこで日記が終わっている。